スノーマン、最新作が初登場、シングル、1位男性アーティスト史上初の通算5作目の初週売り上げ80万枚超え男性9人組グループ、スノーマンの最新シングル、タペストリー W が、前作、オレンジキス、の初週売り上げ83.0万枚を上回る、90.3万枚を売り上げ、3月21日発表の最新、オリコン週間シングルランキング、で初登場1位を獲得した。 スノーマンの同ランキング1位獲得は2020年10月19日付の「キッシン・マイ・リップス・ストーリーズ」から7作連続通算7作目1。初週売り上げは90.3万枚でシングル初週売り上げ80万枚超え作品数は2作連続通算5作 2, 2。男性アーティスト史上初となる通算5作目の初週売り上げ80万枚超え3。 達成したなお、連続初週売り上げ50万枚超え作品数を7作連続とし、男性アーティストで史上3組目、2012年5月21日付の嵐、フェイスダウン以来10年10ヶ月ぶりとなる7作連続初週売り上げ50万枚超え、4。も達成した。